来ました、白川郷、イエーイ。でもここは見えません。あっちでした。やってきました、白川郷、見えない。もう見えない。あっち、あっち、あっちにあります。あっちです、あっち。展望台からの景色、展望台、展望台からの景色でございます。すごっ。雪、雪国、すごい。橋渡ってます。やば、寒いけど気持ちいい、空気が気持ちいい、これはすごいね。はい、来ました、世界文化遺産。思わず雪に飛び込んでみたんですが、思ってたのと違くてちょっと硬かったですね。違うな、もっとふわ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 想像してたんですけどね。もし飛び込む機会があった時は皆さん気をつけてください。大変、白川郷を見に来たけど時間がない。これ白川郷です。一応ね、残しからやったね。よいしょ。こちらでした、白川郷です。こちら白川郷でした。大変。気を取り直して白川郷の郷土料理を堪能します。いろりを囲みながら食べるご飯は格別で、心もお腹も満たされました。続いてこちら、寒いのでこういうの着ております。モンペを借りてすったて汁作り体験。携帯綺麗に撮れる。ですよね。うん。うん。で、温まったら完成になります。ちょっとあの沸騰しすぎると良くないので。私がいつかもののけ姫に出てくるように似てない？似てる似てる。あ、わかりました。沸騰してきた。沸騰してきました？はい。沸騰してきた。うん。じゃあ OK かな？はい。すごくだ。確かに焦げちゃうね。はい。人生の成功だこれ。ではこの安静で。はい。はい。吸って。あれ？吸ったるだけ。はい。美味しいこれ。あ、豆腐のペーストに味噌味です。うん。入れたもの。味噌でなかった感じですよね。うん。大豆なので結構あのなんお腹にどすんじゃないけど、うんうん、お腹結構膨れ、確かに膨れそう、食べ応えがある。うん、現代的な一味を入れさせて。体験しながら昔ながらの暮らしを知ることができました。下町には酒蔵がたくさんあって、ここで甘酒を購入しました。そして団子、見かけると食べたくなっちゃうよね。はい。うわー、ゆりやばい。ドドドドドドドやばいやばいやばい。超グズグズしてます。やばい、香りやばい。やばいですね。やばいね、これやばいね。倒したね、来ました。うつらん。
大丈夫です。うまそう。垂れてる。これやばくない？ベロベロ。足湯しながら女子トークっていいよね。こちらはフラッと立ち寄ったコーヒーハウス。おじいちゃんとおばあちゃんがやってて、昔ながらの喫茶店って感じがすごく良かったです。うわー、おいしそう。おいしそう。エビ。ちょっといいや。すごい。言ってないね。そう、言ってなかった。言ってました。言ってました。うん、もうちょっと来た。これでいけるか、うん、結構でかい。うん、うまっ。でかい。本当だ。これうまい。エビうまい。思ってた以上に美味しい。やめよう。グルメに体験、温泉に素敵なホテル、都会では味わえない格別の旅になると思います。ぜひ岐阜飛騨高山白川郷へどうぞ。少しでも行ってみたいと思った方、いいねとチャンネル登録お願いします。それでは。